12月12日と13日の2日間、松山市西半町のポリテクセンター愛媛で、平成29年度障害者職業生活相談員資格認定講習が行われました。これは5人以上の障害を持つ方を雇用する事業所において、職業生活全般の相談指導に必要な資格認定のため、独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構愛媛支部が開いたものです。県内を中心に障害を持つ方を雇用する事業所の担当者など関係者が参加し、法令の解説や相談員として活動されている方の講義などを受けました。5人以上障害のある従業員の方が働いている事業所におきましては、障害者の雇用の促進等に関する法律という、この法律に基づきまして、厚生労働省が定めました資格を持つ従業員の中から障害者職業生活相談員を選任をしまして、その方に職業生活全般における相談指導を行うよう義務付けられております。私ども高齢障害者雇用支援機構愛媛支部におきまして、その資格認定のための講習を行っております。障害者の雇用は着実に進展しております。それに伴いまして、障害者職業生活相談員の方に求められる役割は一層重要度が増しております。この講習でですね、培った基礎知識をベースにしていただきまして、それぞれの事業所で実践を重ねていただきまして、障害のある方がですね、能力を十分に発揮して安心して生き生きと働き続けられるように、障害のある職員本人様、それから一緒に働く同僚の職員の方の方を十分にサポートしていただくようお願いをしたいと思っております。参加者らは講師の話に熱心に耳を傾け、雇用現場でのより良い関係づくりの秘訣を学んだようです。